猫。なんかコントラスト悪い今日。なんででしょうね。コントラストが悪いですね。コントラストめっちゃ悪い。服の色の問題か、多分。服の色の問題かな。まあ、自分的にそう思う。暗く見えるいつもより。まあいいや。まあいいでございますよ。そう、服の色とかでね結構変わるんですよ。黒着たら白飛びするし、エプロンしているように見える。エプロン、エプロン、うるさいな。メイドさんかと思った。ははクッションです。こんなんで逆にメイドさんコスプレ見えるんですか。みんなフリルがついとけばメイドさんなイメージになってるじゃないですか。暑い。おしゃれなクッションでしょ。でしょでしょ。そうね、想像力豊かですもんね。フリル大好き。あメイドか。もう終わりましたけどね。フィルターつけてないです。オリジナルです。明日初リトチャーですって。おー、そう、明日はクアトロです。クアトロ公演です。クアトロ公演なのです。単細胞とか言わないの。予定なくなった、買っておけばよかったって。あら、それは残
残念ですね。お菓子解禁したので食べてます。いいと思います。行きますよ。楽しみにしてます。クワトロ、バトル行きますって。サラピに会いに行きますって。本当かな。明日は他のユニットもありますからね。テロップ、テロップ入れないですよ。テロップ入れることがない。本当に顔面優勝してるって。ありがとうございます。そんなことはないですが、ありがとうございます。そう、明日はリトちゃん3番目です。3番目。いつもなんか大体最初か最後が多いんですけど、明日は3番目です。リトちゃん生は初めてですって。おー、明日のサラピューチア完了。ありがとうございます。うちは見つかります。見つけます。頑張って見つけます。どういうことだ。どういうことだ。最後だったら応募できてなかったからよかった。なるほど、夜になるもんね。確かに確かに。桜坂のライブのリセール、リセールって何？そう、明日売り切れてます。リトちゃん売り切れております。48ショーの缶バッジ届きましたーって。よかったです。結構時間経って届いたね。遅かったね。じゃあ頑張ってね。ありがとうございます。白好きですよ。五次元のレッツさん、飲み水さん、朝霞さん、かわいい人、中野さん、セリアさん、ハート、ライディーンさん、かわいいギフトたくさんありがとうございます。シェヌピーさん、ユウちゃん、ハート、フォーコさん、イトちゃん、おいでます元気さん、ピロシさん、ディネスさん、アサカスさん、ヤジウマさん、ありがとうございます。スケさん、めっちゃかわいいギフト、ありがとうございます。白飛びしとる、この色やけんか。ありがとうございます。ガエルサンタさんもめっちゃ可愛い人、ありがとうございます。マジスカさん、パーシモンさん、
スイちゃんありがとうございます。くまぴさん、くまありがとうございます。届いてない？うん、そのうち届くんじゃない？今日は関東が雨なんですか？関東が雨なんですか？ね、7枚目も抽選会ありますね。抽選会？さっき雨降ってた。あ、そうなの。一日中雨です。あら、涼しいけど、今は配信始めたらね、涼しくないんですけど、窓閉めるので。でもエアコンつけなくてもまあなんとかいけるぐらいの暑さですね。抽選会初めて買ってみた。ありがとうございます。ね、またあれなんだっけ、抽選会のアルバム作りが始まるの割と楽しみ。最初は楽しみで、なんかもう今回こそ、今回もこだわりめっちゃ持って作ろうって思うけど、思うんですよ、思うけど、実際作り始めたら時間が足りなくて、多少のこだわりを捨てないといけなくなって、もうってなるんですよこだわりを捨てんといけなくなった時はもうってなる。思い通りにいかんかったら可愛く作りたいのってなる。大変だよ。でもアルバムは大変でございますよ。ゆうちゃん、かわいいギフトたくさんありがとうございます。トントロさん、マークさん、クリたくさんありがとうございます。ケンさん、スマイルさん、ケンさん、クリたくさんありがとうございます。パーシモンさん、だるま、20世紀ともちゃん、でっかいクリありがとうございます。松ぼっくりありがとうございます。つのさん、バラありがとうございます。そう、いざ始めたらやっぱアルバムは大変だなってなる。でもアルバムの写真選ぶのも楽しみだ。またね、作る頃になったら写真を考えます。外れるのにどうして買ってしまうの？まあまあまあ、今回当たるかもしれないじゃないですか。
そう、お話し会の休憩時間とかに作るので時間ないんですよね、普通に。そう、普通に時間ない。今回もアルバムあるよ、詳細出てるのでぜひ見てください。そう、多分3冊、今回も3冊かな。サーティーさん、ハート。ライディーンさん、かわいい人たくさん、うん、ありがとうございます。プレジャーマニアックな人さん、だるま、ありがとうございます。そう、まあ宝くじみたいなもんですよ。宝くじと思えばもう当たらないのが普通なので宝くじです。アルバムの残り写真にサイン入れるのって終了しました？ってしてない。あ、確かに。そしたらタワーのお礼を、あの12日の昇格、あのサンプラザの後にタワーをもらった人半分ぐらいお礼かけてないんですよ。でその理由がノートがなくて、今そのノート買いに行く時間がなくて、買いに行けてなくて、ないかけてないんですけど、確かにその生写真に書けばいいのか。確かにそうしようかな。じゃあそう、昨日片付けとってね、ちょうどねいっぱい出てきたよね、また写真。確かに、そうすればよいのか。そうします。ハロウィンジャンボ、そう、ハロウィンジャンボ当たるまで買って、当たったらまた次も買おうって。それを沼と呼びます。それを沼と言うんですよ。本当ですね。確かにね。確かにね。自身忘れとった。あの自身の存在を忘れていました。赤色サンタさんまでお礼をしたのかな、前回。できたのかな、できてないっけ、したよね、してないっけ。くまぴさんいらっしゃれば、すけさんもいらっしゃれば。そう、ここにいっぱいあるんだ、まだまだいっぱいあるんですよ。ソロじゃないやつを抜きます。そうだね、タワーの俺これに、そう、確かにノートがない間これでも良いですね。そう、スケッチブックの代わりが生写真です。スケッチブックの代わりです。
ってくださいって。売れません、残念ながら。残念ながら売れません。それでは、抽選会を始めたいと思います。抽選会を始めたいと思います。スケさんじゃない、クマピさん、ストップと言ってください。ストップというコメントが来た時に止まったところです。早すぎるか。さらの視界にストップが入った時に止まります。早く言ってください早く言う。あ、ここだ。あ、こちらですね。クワトロの時、クワトロの時でございます。じゃーん、ハートをしています。ハートをしていました。じゃあこれですね。でも絶対誰が誰かもう分からなくなるやつだよね。っていう抽選会を、次、スケさん行きます。そう、タワーのお礼、時差あるけどタワーのお礼です。紙に、あ、早っ、あ、これだ。じゃあスケさんはこれに書かせていただきます。 CM Now の時のやつ。中野さん、もらえないのって、あれと一緒ですよ。あのタワーのお礼なので、普通にいつも通り、いつもスケッチブックに書いたのをあげれないのと一緒で、一緒です。あ、ストップって。あら、季節外れのサンタです。これに書いておきます。握手会で渡すしか、渡す、いや全然渡せるならあげたいですけどね。サラは全然、全然あげたいです、全然あげたいですけど、あの、あげられないので仕方がないんですよ。あげれるならあげたい。でもさ、あの、こういうのがあれです、あの、あれに入ってます、アルバム、プレミアム抽選会のアルバムにはこういうのがついています。こういう、そう、こういうのを入れる。っていう宣伝。王さんはいらっしゃいますか。そうだよ、遅くなったお詫びです。遅くなっているお詫びです。おさん、運営さんお願いします。あ、ストップ言ってください。いや、残念ながらあげることはできないです。あげたい、あげたい気持ちは山々なんですけど、あげられないので、残念ながら。でも、あの、あのアルバムは、あ、ストップってきた。あ、こちらですね。これはなんだっけ、熱血テレビさんのロケに行った時のものですね。アルバム当ててください、ぜひ。アルバムは、まあ、3つしか当たらないので、ね、3人しか。ひらがなのえんちゃん、ストップ言ってください。
そう、こんなにあるのは余ってるんですよね、純粋にアルバムに使うと思っていっぱい印刷してもらったけど、残念ながらいっぱい余りまして、着払いって。プレミアム無事です。あ、いないかな、おらんかもしれん。アービンさん、ハートたくさんありがとうございます。浅香さん、トートギフト、プレゼン、マニアックな人さん、クリマークさん、クリありがとうございます。えんちゃんはいないみたいですね。のみみずさん、ストップ言ってください。そう、3冊とも違う感じにしたくて、サラはなので写真が余ってるんですよ。一応一つの写真につき、あ、止まった、これです。そう、一つの写真につき3枚ずつ印刷してるんですよ、いつも。で、3冊とも違う感じにするってなったら余るんですよね。浅香さん、ストップ言ってください。何持ってるのって。プレミアム抽選会のアルバム作りで余った写真です。明日のクアトロで、あ、ストップ。あ、千穂さん入り。マジスカさん、ストップ言ってください。そう、サイン会っておすすめって、もちろん。あ、ストップ、こちらです。 CM なの、意外といい感じにばらけてる。意外と時間かかるな。岩沢さん、ストップ言ってください。まず何か来た。じゃあこちらプレゼントします。これは4周年の時に怪我した時のやつ。これもう見事に怪我してるんですよ。いまだに、でも今はもうほぼ若干後になったぐらいで、でも治りました。そうコンビニの駐車場でメンバーみんなの前でこけたやつシュク昇格。これはタークいらっしゃいますか。そうだよ、顔を守ったら手怪我したやつです。足も怪我したけど、コンサート前に危ないってなったやつです。でもあれから早もう6ヶ月半年が経ったんですよ。半年でだいぶ治りました。
ケンさんハート、トバラ、スケさんいいね、ありがとうございます。パジモンさんありがとうございます。シマンチュさんいらっしゃいますか、いらっしゃいますか。ヨウさんもいらっしゃいますか。そう、でも顔を守ったということはアイドルとして素晴らしいことをしたと思ってますまあこけるとは思ってなかったけど、まあこけてもこけた不幸中の幸いってやつです。あるかな、怪我した時の写真。だから4周年絆創膏したまま出たんですよね。まあこれもそう、ちょっと傷が痛々しすぎてどうしようもなくて、なんかそれが見える方があれだなと思って絆創膏したんですよ。いないですね。カタカナのヨウさん、台湾チームさんいらっしゃいますね。マーク3号さん、日向さんいたらはいと言ってください。もうツアーから1週間も経つのにお礼がまだで申し訳ない。あ、じゃあマークさんストップと言ってください。先にアイドルは歯が命。歯？歯ですか？なんで歯笑い？顔がいい。ストップ。あ、こちらを。いや、足。こちらをあげます。ひなたさん、ストップと言ってください。足、やめて足、やめて。ストップ。あ、また同じだ。じゃ同じだから飛ばしてこちらです。じゃん、怪我のやつ。SKE さんの衣装のやつですね。 SKE さんの衣装をお借りしたやつです。マー君、サンコーさん、ストップと言っていただきたいです。 TK さんもいたら言ってください。そう、今回は次は多分夏の思い出とかになるんかな。多分この時が秋冬だったので、あ、リトちゃんも出てきた。秋冬だったので、秋冬だったので今回はツアーの写真とか、前回使えなかったあの CM の、 TK さんストップ言ってください。 CM のやつとか、あと何があるか、夏ストップ、あ、これ一緒じゃない、一緒だけど、あ、一緒だから手前にして、こちらです。 CM Now、 あ、でもまた CM Now の撮影あったのでそれも使いたいと思います。マークさんこそいないですかね。セリアさんハート500個、おいでます元気さん、バラープレジャーマニアックな人さん、だるま、ありがとうございます。マジスカさん尊い、ありがとうございます。そう、フラ、あ、確かに、え、なんか虫がいる。確かにフラワーの衣装も前回まではなかったけん使えますね。とか浴衣とか、あ、浴衣、浴衣だ、浴衣も使えるじゃん次は。
夏の思い出なので浴衣も使いますね。使えちゃいます。浴衣もね、なんだかんだで今年2つ着たので2種類だねん。アルバムもうみんなアルバムを当てる気満々になってきている。まあ3人しか当たらないのね。それ以上マニアックな人さん、だるま500個ありがとうございます。そうみんな大好き浴衣、確かに羊ヘアしたおやつがバッタリがあるのでね。確かに。お父、熱くなってきた。そうなので、まあ、もし2つ当たったとしても、もしねアルバムが2つ当たるようなことがあったとしても、3冊とも一応違う、全部バラバラのデザインにしているので問題ないです。虫がいた。三つとも当てたいって、それは欲張りです。それは欲張りですよそれは欲張りだったです。中野さんハート500個ありがとうございます。ヨウさんバラありがとうございます。2つ当たったら返却って、なんでだよ。まあ当たることはあるかもしれないですね、もしかしたら。まあ、引くのはこの手なのでね。今回 S 賞何やったかな、タオル、何だっけ、タオルかな確か。タオルだった気がします。何これ、なんか新しいバッグ出てるんですね、グッズ。おたかつバッグじゃん。おたかつバッグ、ガチ抽選ってもちろんもちろん抽選会の様子はみんな見れてるのでわかると思うけど、すごいねこれ、おたかつバッグじゃないですか。バッグ、受注販売ですね。王さんハートありがとうございます。矢島さん栗
ありがとうございます。ドラえもん風に言ってよって嫌だよ嫌だよ。確かに大きいうちわとかも入るバッグですね。暑くなってきた。あれ？これさやかにいないやつやん。明日は多分配信ないのかな。なさそうですね。配信なさそうなので来れる方しか見れない気になってしまいますが、みつさん、中野さん、西 NP さん、ありがとうございます。そうだよ、配信ないと意味ない。それはないよ。まあ今となっては配信あるのが当たり前になりつつあるけど、もともとはね、ライブは行かないと見れないものだったので、まあまあまあ今回はない。前回あったし、まあご時世的に来にくいよっていう人もいるとは思いますが、まあ、今回は想像しててください。家で泣いてますって行けません。あらあら、広島遠いですって。そうでございますか。関東行けたらいいんですけどね。パーシモンさん、松ぼっくり、ありがとうございます。まあでも確かに今回は日曜日なので、珍しくクアトロにしては珍しく日曜日なので、まあまあまあという感じです。さ、クアトロは好きですよ。なんかいい感じいい感じです。クアトロいい感じ、見えやすいし。なかなか当たらん。クアトロはね、先着順なので早い者勝ちみたいな。
そう、明日公演です。課外活動公演、そのうち2期の公演行きたいって待ってます。そう、昇格後初ではあるけど、でもまあ正式には10月1日からなので、残念ながら髪の毛は今まで通り4種類かな。そう、まだ研究生なのね。明日は配信ないと思われる。逆を言えば研究生ラスト課外活動公演ですね。公演自体は僕隊があるので最後じゃないんですけど、課外活動は最後になります。でも今度の僕隊なんか3ヶ月ぶりぐらいなんですよ。そう、前の下番とホール以来なんですよ。前回が中止になってしまったので、ツアー始まってからは一回もやってない僕隊、サラはね。久しぶり、久しぶりです。本当に2ヶ月ぶりぐらいか。そう、中心、前回が中心だったから。でその前はツアーとかがあって僕隊あんまいなかった。久々、もう久しぶりの僕隊。スタミナの心配は全然大丈夫。ただツアーの方がきつかったもん、普通に。なのでそう考えれば全然大丈夫ですね。17分、あと5分ぐらいでランキング見ます。プレゼント選んでたら意外と正しい一日だった。あー、プレゼント確かにね、昇格したらプレゼントもいただける機会があるということでございますよ。わお、行きたいなって、ね、いつか。スケさんハートありがとうございます。王さんバラ、浅香さんありがとうございます。ね、プレゼントこれ送りたいって結構本当めっちゃ前から言ってくれている人いっぱいいたので、ありがとうございます。欲しいものっていうものは、まあ、立場上言っちゃダメなんですけど、ない、聞かれたらない、欲しいものって。聞かれたらないものです、欲しいものって言われたら。
もらって嬉しいはあるけど、これをもらってどうとかはないですね。これが誕生日プレゼントとかもさ、何欲しいって言われたら思いつかなくないですか。いざ 何が欲しいって言われたら思いつかん。選ぶのも大変よね。人の誕生日プレゼント選ぶのってめっちゃ大変だもん。色違いの靴下を勝手に色違いにされる。なるほどね。なるほどね。でもサラの中でもサラは客観的に見てサラの好みって分かりやすいだろうなって思う。白とか水色とか、なんかもう持っとるものがそういうものばっかりやけん。サラがサラにあげる側やったらめっちゃ分かりやすいだろうなってな。ひなさんとかめっちゃ選びやすい、分かりやすいもん。そうね、食べ物は送れないですね。でメイクもね送れないの残念ですね。ディズニーランドの券あげたことがある。送れるんだ、すごい。勝手に恐るはちょっと。キャラクターはもう何が好きとかあんまりないですね。ないです。ピンクはあんまりここにあるけど、ピンクはあんまり持ってないかな。激辛ラーメン、食べ物は送れないです。欲しいけど、激辛ラーメン欲しいけど。メイク道具はいいんじゃない、分からんけど。メイクリップとか多分ダメなんですよね。厳しいね。ぬいぐるみも、うん。うん、どうなんでしょうね、分からんけど。ひじき送るねって、いらないです。いりません。ひじき苦手なのでいりません。白とか水色だったら喜びます、なんでも。マスクダメなんだ。へえ。なんででしょうね。そうなんだ。そうなんですね。まあでもね、あんまりプレゼント投稿はメンバーから言うものではないので。着圧ソックスもダメなんだ、厳しいね。厳しいですね。着圧ソックスとか送られてきたらめっちゃ、メンバーからしたらめっちゃいいのにね。めっちゃいいのにダメなんだ。
いいじゃんね洋服いいならいいですよねって感じ。なんでダメなの。持ってない眉毛の生写真来るかも。いいね、いいですね。でも前写真撮ったことあるよ、自分が持ってないところこれめっちゃ欲しがる人みたい。写真撮ったことある、いつだっけ、めっちゃ前に撮った。そうですね、こちら唇に Be My Baby のこれ何がないんやろ。会場特典が持ってないですこんなプレこんなことあるんかな。そんな、あとはですね、翼はいらない、翼はいらないの通常版のここも持ってないですね多分通常版かな、持ってないですね。欲しいとは言ってない、持ってないですねって言ってるだけです。あとラブトリップのここも持ってないですねあのこのここはあるんですけど、ここを持ってないですね。ここが欲しいですね。あ、欲しいですねじゃない、ここが持ってないですね。これ何なんやろ、サムネイルサムネイルのよりがないですね。あとサムネイルの会場特典か何かがちょっと持ってないですね。あと何がないや、願い事の持ち腐れのあの通常版が持ってないですねあと何か分からんけど、アイドルってことは多分なんかないんですよ。シュートサイン持ってないですねあと大事な11月のアンクレットのここが持ってないですね。ここが持ってないもの、持ってないものです、私の。はい持ってないですね。それ以外は持ってますね。そんな感じですね。あ、でも千穂さんの生写真はほとんど持ってないので千穂さんの生写真はほとんど持ってないですね。持ってないって言っただけ、持ってないって言っただけです。ルールは破ってない、持ってないって言っただけだってまあそんな感じで、そんなこんなでランキング見まーす。48位マジスカさん、24位ゆかちゃん、13位スケさん、12位ケンさん、11位王さん、10位おいでます元気さん、9位中野さん、8位浅香さん、7位パーシモンさん、6位ライディンさん、5位西 NP さん、4位ゆうちゃん、3位赤ヘルサンタさん、2位マークさん、1位プレジョンマニアックな人さん、ありがとうございました。大事にね、管理して生きてきたので、ということでした。それではまた明日、ありがとうございました。